僕が思うのは一番怖いのはね、対抗欲求で生きている人ほど偽りの愛に弱い。偽りの愛、自分に心地よい話をしてくれる人を良い人と思う。子供を誘拐する犯人は私は誘拐犯だよと言って子供には近づかない。子供が欲しいものを持って現れる。たちの悪い人は対抗欲求で生きている人の欲しいものをぶら下げて現れる。その餌に飛びついた時にその人は釣られたのである。そして生涯奴隷のように働かされるかもしれない。ビジネスの場で妙に親しさを強調する人がいる。こんなビジネスの時に個人的に親しいなどということを強調する必要はないと心理的に健康な人は疑問に思う。ところが自己憐憫するような孤独な人は個人的な親しさを強調されるとコロリと騙される。愛に増えているとあなたと個人的に親しいからあなたには特別に全力を尽くすという趣旨のことを言われると相手が親身になってくれると思ってしまう。こうしてたちの悪い異性に騙されたり、たちの悪い不動産屋さんに騙されたりして人生を棒に振る。対抗欲求で生きている人ほど偽りの愛に弱いし、偽りの愛ですか、偽りの言葉に騙されやすい。そして誘拐犯は欲しいものを目の前にぶら下げてやってくるんですね。やってくる。つまりテレフォン身の上相談でも、相手がどんな言葉を使うかってことがかなり先生はナーバスになってるわけですね。そう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 。どういう言葉を使って説明するかってこと、いくら愛を語っても子供のことをあの人って言ったりするわけですよ。だからふっふっとしたことの中にその人の本音が出てきますから、子供のことをついうっかりポロッとあの人って言っちゃう、いつも呼んでる心の中での言い方なのかもしれない、なんか鳥肌立ってきちゃった、そうか、なんか今日シビアですね。だからこれ幸せになるにはというのは、あの最初にお話をお伺いした成長と対抗のぶつけ合いだから、人生はだから幸せになるには頑張って成長の方へ、成長の方です。成長の方を選べば幸せになれる。ですからね、リンカーン、アメリカの奴隷解放をやった、人間は決心しただけ幸せになれると。要するに本気で自分は幸せになれるなろうと思った人は幸せになれると書いておきましょう。そのリンカーンはね、慢性的うつ病者だったんです。まあ、奴隷解放やったアメリカの大統領だからものすごい人と思うかもしれないけども、若い頃は慢性的なうつ病者だったんですよ。でもそのうつ病を克服して奴隷解放をやって、あのゲティスバーグの大演説をやってアメリカが独立して、それで世界に人権の思想が広まっていったわけですよ。でそれが幸せに舵、だから彼はまさに対抗欲求から成長欲求に自分を変えた。それで彼は幸せになれたし、社会的にも大きな仕事ができた。だから不幸な原因っていうのは探そうと思ったらいくらだったんですよ。離婚したから不幸だって言うと、ああそうですかって言うと、そうじゃない、私は対抗欲求に従ったっていうだけの話です。成長して辛い思いはしたくないっていうふうに思い出すと、どん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 楽な方に走っていくと、今度は悩んでばっかりいる自分で悩んでばっかりことになっていくわけですね、だから悩みの正体っていうのは隠された敵意であり、対抗欲求にしがみついて私は変わるのが嫌だって言ってること。だからね、僕はね、文章を直されることっていうのはすごくこだわるんです。あ、間違った文章を直しちゃうってことあるんですよ。例えばこういう文章です。子供から手紙が来た。僕はお父さんお母さんに所有されてきましたっていう文章があるわけです。それでこうやって悩んでる。そうするとそれを見ると、文章の専門家は束縛されてきましたって直しちゃうわけ。所有を束縛に、ね、直した、その文章としては正しいんですよ。だけどこんな正しい文章を読んで感動する、悩んでる人なんかいないですよ。所有されてきましたという間違った文章だけども、その間違ってることの中に本当にその子の叫びがあるから、それを読んだ人は感動するわけです。そうするとだから僕はそれを本の中に入れると、中には間違った文章だから直す人がいるわけ、文章の専門家で、だから絶対ダメだ。それはね、蛇がねこうなってるのをまっすぐに伸ばしたって殺しちゃったみたいなもんですよ。本来はヘビトグロ巻いてるのに、トグロはこうやってるんだ、ちょっと曲がってなきゃいけないのに、本当
そういう間違った文章を書いてるのが、それが本に載った時にそれを読んだ人が、ああ俺の気持ちだっていうのが分かってくる、うん、正しい文章を書けばいいなんてそんなもんじゃないんですよ。なんか当てはまってそうで当てはまってないけど、なんかありそうな気がしてモヤモヤしますね。ちょっと読んでみますとか気になるところ。いやもうちょっと南美さんお読みにていただけます。なんでしょう、直視できないですよ。もうなんかだけどね、僕が思うのは一番怖いのはね、みんなこうだって思うんです、どっかの部分で。思いますよ、誰でも。思います、誰でもこうだろうと思う、はい、それが一番怖いと思いますよ。この本は読んでね、思い当たらないところがないぐらいあるっていうのがね、やだな。振り返ればそうだった傾向が自分にもあったな、今もあるかもって思えちゃうんですよね、めくるごとに。だからこれだけご立派なお二人なんです。そんなことよりも先生つまり、ええ、要するに対抗欲求が自分の中にあるということを、対抗欲求に従う人は絶対認めないです。認めないんだ。認めない。現実否認っていうのがもうこれが怖いんだ、うん、自分の中に対抗欲求がある。だって悩んでる時に解決するの嫌なんでしょ、ただブツブツ文句言ってたいんでしょって、これ本当なんだけど、これ認めたくないですよね。そうか、なんか対抗欲求、もうねこれ人間理解の根源なんですよ。ダンさん見つかった。はい、あどっちにしようかな、悩んだんですけど、悩んでもいられないので悩んでる、ね、前に進みます。前に進む、はい、じゃあ成長欲求で一つ、終わりの章の心の歴史を勉強する、行動して感情を積み重ねていく、積み重ねが信じられるものを生む。例えば毎日神様を拝む人は拝むから神様を信じるのである。神様を拝むという行動が信じる気持ちを生み出す、行動そのものが感情を作っていくのである。信じるまで拝まないのではいつまでも信じられない。そしていつも悩んでいる人は誰も信じていない。まず信じる行動をしてみる、そこから出発する。小さなことの積み重ねで人は幸せになる。うつ病から回復するためには小さな満足を積み上げていく。満足がないということがうつ病者の共通した症状である。うつ病者は対抗欲求を満たそうとして間違った道に入り込んでしまった。人はよくマイナス思考の人を責めるが、マイナス思考は隠された怒りの間接的表現なのである。心の底に怒りを溜め込んでいながらプラス思考になれと言っても無理である。それがまさにマズローの言う黒い力であり、対抗欲求である。黒い力を受けてくれる人がいると、そこでエネルギーが生まれる。人はまず対抗欲求という基本的な欲求が満たされて初めて成長することができる。愚痴と後悔をする人にいきなりプラス思考になれと言っても無理である。確かに時間と段階がありますからね、いきなりこうぐち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 言ってる人に、一旦そのぐちぐちしてる気持ちを受け取って、その上で成長に持っていくっていうことをしないと。それは今読んでいただいてね、黒い力っていう、あのマズローっていう人が言ってるんですが、それをやっぱり受け取ってあげる。例えばの話、子供が悪い点を取ってきたのを持ってきた、もう0点でも何でも、でそれまあ見せなきゃならないと、お母さんの時、その時に見せたくなくて隠す子もいますよね。それはだから見せた時に、なんで0点なのと、もっと勉強しなきゃと、あんなに言ったじゃないかって言ったら、これはダメだってことです、うん、まず隠さないでよく持ってきたわねと褒めてあげる。そう、それこれが黒い、要するに対抗欲求を一旦受け入れてる。そして今度から勉強しようねっていう、まず認めてあげるというところが入らないと、いきなりだから言ったじゃないのっていうそういう気持ち分かりますよ、なんだこの0点はってね、ええ、うん、そうすると今度は隠す、こんな隠すんだ。そうすると、ええ、だけどこれもやっぱりそのアメリカの調査であるんですけれども、シャイな男性とシャイでない男性、シャイっていうのは要するに女の子も誘えないような、そういうのをシャイと、うん、でその男性、大学生の場合調査したの、つまり子供の時に悪い成績を持っとってきた時に、それを話すことが、お父さんお母さんに話すことが
辛かったかアンカンフォータブルだったかカンフォータブルだったかっていうことを調査すると、シャイの大学生は男子大学生はやっぱり成績が悪い時にそれをお父さんお母さんに話す時に気持ちがアンカンフォータブル、なかなか話せなかった。でシャイでなくて人付き合いもどんどんできてうまくいってる大学生の方は悪い成績を取ってきてもそれをお父さんお母さんに話せたと。だからそれを受け入れられて成長に引かれた。一旦受け入れたから成長できた、うん、だから一旦とにかく受け入れてもらうということが、誰も受け入れてくれなきゃこれは突っ張り始めますよ。